はい、今回も、エフェクターでエレジャミの音を作っていこうってことでね、今回はね、ディレイです。ディレイです。ディレイは、これまで扱った EQ とかリバーブとかと違って、しっかりかけてしまうと、結構露骨になってしまうので、割かし、ちょっとこう上品に、付き合っていかなければいけないエフェクターなんですけれども、しっかり使うと臨場感がこれも足されますので、ちょっとやっていきましょう。はい、今回も、パラメータ一つずつ見ていこうと思います。その前に、例のごとく原音、バイパスした音を聞いてみてください。はい、次に、ディレイをかけるとこんな感じになります。はい、といった感じで、まあ、実際は、これに、まあ、リバーブをかけたりして、リバーブかけないで、まあ、ディレイってことは三味線ではあんまりないんですけど、ちょっとねきらびやかっていうかゴージャスな感じ、音圧もちょっと上がった感じになるかなと思います。じゃあまず最初の、パラメータ見ていきましょう。一番左、ディレイタイムとかリピートレートといったりしますね。ディレイがこう来る間隔、頻度ですかね。MS、ミリ秒で表せられます。まずこれを200ms、 0.2 秒にしてみましょう。はい、次は、これを 500ms にしてみましょう。はい、といった感じで、間隔が変わりましたよね。ディレイのなんかこう間隔が遅くなる、ちょっと間が開くっていった感じになります。で、ディレイのねものによってはそのテンポに同期して、それに対しての四分音符であったり八分音符だったり16分とか普天南部音符みたいな感じで、そのテンポに対してこう一定になるようにっていった機能があったりするものもあります。はい、で次は、フィードバックとか、リジェネレーションのリジェンといった、パラメータになります。でこれはディレイがね何回再生されるかっていったものを表したものです。まずはこれを10にして聞いてみましょう。はい、これが10だと4回ぐらい聞こえますね。ジャッ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 みたいな感じですね。でこれを、70にしてみます。はい、70だとどうだろう、12、3回、もうちょっと途中で切っちゃったんですけど、これも果てしなく続くので100にしなかったんですけど、そうっていった感じで何回再生されるかっていうのが、フィードバックですね。はい、で、次最後がミックスとかウェットとかレベルとか、まあ、リバーブと一緒ですね。まあ、0にすると、まあ、単純にかからないと。で100にすると、どういった感じになるかな、かけすぎだとどんな感じになるかなっていうのを、聞いていきましょう。はい、こんな感じで、まあ、単純にディレイの音量が大きくなったって感じですね。で、これで注意なんですけど、ディレイの音量が上がった分、フィードバックの値が大きくなったような感じ。もう最後の方減衰して、聞こえなかった音が音量が上がったことで聞こえるので、4回で終わらせようと思ったのに、わずかになんか5、6回目が聞こえるみたいなことが、このレベルっていう、まあ、ディレイの音量を上げていくと、そういう感じになりますので、またここで、フィードバックの値をこう調整してあげるといいかなって感じです。はい、次は、これもまあディレイによってついてればなんですけれども、リバーブとかもそうですし、まあ、EQ みたいな機能がついてるんですよね。ハイカット、三味線の場合はその糸の音っていうよりもこうバチのこうカツンとしたアタック音が結構ディレイとして主成分で乗ってきてしまうので、カツンカツンカツンってなっちゃうんですよね。ちょっとまずその様子を聞いてみましょうか。
はい、ハイカットをしないと、このジャッジャッジャッってこのジャッっていう感じがそのまんま出ちゃって、結構こうともすると耳障りっていうか、本当はそこの音をディレイさせたいわけじゃないんだけどなっていうことが出てきたりするので、このハイカットっていうのを、まあ、4キロぐらいに設定して、4キロヘルツ以上はディレイさせないってことですね。ってやるとわりかしその音程成分だけディレイとして再生することができるかなと思います。それがこちらになります。はい、といった感じで、まあ、アナログディレイっぽい、まあ、本当はね、このディレイもね、リバーブみたいにいろいろタイプがあるんですよ。エコーっていうのもその中の一つですし、テープディレイとか、デジタルディレイ、アナログディレイとか、まあ、いろいろこう、ディレイ自体の音色もあるんですけど、アナログディレイみたいなちょっと温かみのある、その弾いた音をそのまんま再生しないで、なんか温かい部分だけ、こうディレイでジャッジャッジャッってこう再生される感じなんですよね。そう、これももしそういう機能がついてれば、こうハイカットっていうものも使ってみるといいかもしれませんね。これを踏まえて、じゃあ実際三味線でこうディレイをかけるときはどういった数値になるのかっていうと、まあ、これももちろんジャンルによるんですけど、まあ、大体三味線っぽい音楽、ジョンガル節とかっていうと、まあ、本当かけなくてもいいぐらいなんですけれども、さりげなくかけるにはどうしたらいいかって感じになると、タイムだとだいたい 440ms ぐらいかな、なんか四分音符って感じですね。まあ、もちろんこのテンポが同期できればそれに対する四分音符が一番いいんですけど、まあだいたい440ぐらいかな。で、次フィードバックは4回聞こえるぐらいで24とかになってます。ジャッ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 っていう風に4回聞こえるぐらい。で、次、ミックスレベルはね、これかなり極端な数値になって100分の3なんですけど、これね、結構3でも聞こえます。それ以上しちゃうと、ディレイがしっかり聞こえてるって感じになってしまうので、さりげなくかけるんだったらこの辺かなっていう感じですね。ちょっと聞いてみてください。はい、全然3でも聞こえますよね。しっかりかかってるのはわかるかと思います。で、実際ディレイだけってこともないので、まあ、リバーブと合わせた感じも聞いてみましょうか。リバーブは前回と同じ設定でやってます。合わせるとこんな感じです。はい、といった感じで、まあ、ナチュラルな反響になってくるかなって思いますね。あんまりカン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 っていう風に反響してるとやっぱりちょっと変な感じになっちゃいますよね。だからそういう風にやりたい時っていうのは、もう本当に何て言うんだろう、飛び道具的な感じでこうアルペジオとか、まあ本当にそう洋楽のあくまでこう1ジャンルで装飾的に使うっていう面で、まあディレイの値をこう大きくしていくっていうのもいいかもしれませんね。といった感じになります。はい、てな感じで、今回はここで失礼します。はい、お知らせです。会を持つ先生やサークルのリーダーの方々、指導方法に行き詰まりや迷いって感じたことありませんか？私、津軽三味線スペシャルアドバイザーとして数々のワークショップを手掛けております。会や流派を超えてワークショップを受けたまわっておりますので、しがらみなくわからないことを解消していけたらいいなと思っております。ご興味ある方はホームページや SNS からのご連絡をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線レイゲンモデル、クリル鉢、三味線ギグバッグといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、 Twitter、Facebook のフォローもお願いします。